岩見俊勝は日本の政治家。兵庫県姫路市長。父は元姫路市長の岩見元秀。兵庫県姫路市生まれ。兵庫県立姫路西高等学校、京都大学理学部宇宙物理学科、東洋大学工学部建築学科卒業。東京工業大学大学院に進学し、石原俊介研究室で都市計画を専攻。 1973年、東京工業大学大学院、理工学研究科博士課程を修了し、工学博士号を取得した。1974年より、東京工業大学助手。1979年、建設省建築研究所主任研究員に着任し、1983年には、同研究所、第六研究部都市防災研究室長に就任した。 1987年、筑波大学助教授に着任。1994年より、立命館大学政策科学部教授。1998年には、政策科学部長、政策科学研究課長に就任した。2003年、姫路市長選挙に無所属で立候補。現職の堀川はよう姫路市長を破り、初当選を果たした。二千七年の姫路市長選では、 岩見の他に立候補者がいなかったため、無投票再選。2011年の姫路市長選挙では、新人参考法大差で破り、参戦を果たした。同年6月7日、世界文化遺産地域連携会議副会長に就任。2015年の姫路市長選挙では、新人との一騎打ちを制し、4選を果たした。 2018年9月3日の姫路市議会において2019年春に行われる予定の姫路市長選挙に立候補しないことを表明した。市長選では、医師で元東北大学教授の清本周太を後継指名した。東京工業大学大学院で東京、小木南口の再開発基本構想や北海道、苫小牧市の駅前再開発構想、 埼玉県川口市商業近代化計画、名古屋市大曽根地区工場跡地利用計画、岡山市都心商業地活性化構想、北九州市小倉駅北口再開発構想など、いくつかのまちづくり計画に携わり、工学博士の学位取得後、建設省建築研究所へ転任した。その後、 独立行政法人国際協力機構の要請を受けてアジア工科大学院に赴任した。AIT では計画数理、主として統計学、多変量解析、調査調査データ処理を担当する傍ら、住宅地計画やスラムの環境改善計画、生活改善、社会開発計画など東、アジアを中心に、 多くの国々を訪れ、いろいろな計画立案の実習を指導した。帰国後、筑波大学や立命館大学で教弁を取る傍ら、駅周辺地区開発構想など、積極的に手がけた。姫路市長就任後、長年の懸案であった JR 姫路駅の高架化事業の実現に尽力。また国宝姫路城の保存事業、平成の修理に取り組んだ。父、 岩見元秀が市長在任の時には昭和の大修理が行われたため親子揃って市長在任中に姫路城の修理が行われたことになった。姫路市の政令指定都市への移行を主張し、当初は姫路市周辺の市町村の合併による政令指定都市への移行を目指していたが合併協議が事実上頓挫したため法で定められた。 人口50万人以上の直接適用による移行を目指している。ありがとうございます。